絵の具としての岩絵の具という、まあ、物質ですけれども、それが使われているんだというのをちょっと見ていただきたいのと、それから割とこう日本画というと、まあ、それぞれの方がイメージするものが終わりだとは思うんですけども、ちょっと持たれているイメージとはズレがあるかもしれないんですが、その辺もこう、ああこれもまた日本画の一つのね表現なんだというところを見ていただきたいなというふうに思います。それぞれ見る方の記憶の中の何かこう一瞬みたいなのと作品がこうつながる、こう細い糸でつながる、そういう一瞬みたいなのが存在すれば、こちらとしては本当に嬉しいかなというふうに思います。